私はラムレザル・バレンタイン。これより全世界に宣戦布告する。あなた方出来損ないの人形とも。Guilty Gear。Who dares to enter the main?はい、準決勝第2試合、ワンピー側、ヤクセルアクセル、シャカーソル、加藤、イノ、白アクセルチーム、対戦相手は、タカアイノカチーム、スレイヤー、カイ、イノです。さあ、アインマンは本日、味方人いんのっていう感じで、言ってましたが、来ました、アインマン。かっこいいアインマンを褒めていくスタイル。そして、六花さんは、本日この後、加藤さんとね、飲むということで、飲みすぎには注意してください、加藤さんもね。イグザードパッド1時間で壊れちまった。まあ多分そんなあなたには、あなたはギアですね、称号をお送りいたします。アイマン昨日また熱帯でポチをやってた。アイマンの発見報告があるみたいですね。さあ白アクセル対、6回のガルメシー。さあアクセルもイノもですね、いないいないって言われてるんですけど、味方にめっちゃいるんでそんなわけないだろうと、感じなんですけども、まあ、それぞれ皆さんね特徴が違って見ていて面白いですね。さて画面端に持っていきます。この弁天様があるんですけども、置き攻めの、イノの置き攻めは本当にリバサ封じが強いですね。今日ね、この後帰ったらアダム邸でアダムのポッドキャスト配信をしたいなと思うんですけど、万が一負けちゃった時のためにちょっと今腹が痛いんでって保険かけておきますあと寝てないからちょっと辛い。さあ画面足、十字キーが折れるとやばいですね。十字キーが折れる前に親指の骨が折れそうです。さあうまく落として弁天様、モーションが見えていた。ガードされて画面端、足の上に乗っかって、おっと前ハイスラン、関西にも教科書が届いたみたいですね。おー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 、ジャンハイモレモレの、ここのハイスラー勝ったのは6回の。ちなみに UO 長谷川さんなんですけども、教員免許をなくしてしまったということで、新しいカードで初級から入門から、関与を上げている最中でございますそう、緑色の色でなんか初段とか2段なのにめちゃめちゃ強い犬がいたら、UO だと思ってください。そうですね、昨日 PSO を初めて、平岡邸で見たんですが、 PSO 綺麗すぎワロタってなりました。 PS3 ですら綺麗だなと思ったのに、 PS4 はやばかったです。 PS4 の黄色いカラーのソロのドラインがなし、スーパーサイヤ人すぎて、神々しすぎてちょっと興奮しちゃいましたね。誰かください。すごいよ PS4 マジでやばい。でもストーリーモードもやばい、マジでやばいからみんな買ってあ、今20連勝するとね、レアドロップするらしいんでね、頑張っていきたいと思います。まず相手のレバーに最強を施しアインマンの両手両足を縛りさあ亀梨うまいかー、マイピータイプ。ちょっとね、人それぞれ、家の環境が多分、AC まではなかったんですが、 PR からね
PS3 になりまして液晶モニターでゲームをする人が増えたと思うんですけども、熱帯のギャグの前にその液晶の、遅延などもねあるということで、なるべくゲームを快適にするためにもちょっとね準備が必要になってしまった時代ではありますが、一度ね、環境が整えればかなりね、楽しく遊べますね。さあコアケミカル、まあ俺はPS4 でギルティやる前にPR やったりとかパワープロでしっかりタイミングを合わせて打ってたんで、全然気にしなかったんですけど、あ、嘘、やっぱ気になったから画面モードってやつがあるんですけど、まあ、モニターによってはそのモニターモードっての切り替えて、その俺のはなんだっけ、動画モード、ゲームモードとかあったから、そういうのでやって俺はゲームモードでゲームやってますね。それやると多分遅延がちょっと抑えられるやつもあるっぽいです。 PS4 の方がめちゃめちゃ綺麗ですね。やばいっすね、筐体と PS4 比べたら PS4 の方が綺麗ですね。すごいですね。さあ、ヤクセルアクセル対ドッカイノア、サンタでリーチをかけていますが、ヤクセルさんのチームは4人チーム、2ペがうまく噛み合います。さあ、いいヒット確認。 PS4 のね、メタルスライムエディションは本当に欲しいですね。それが買ってください。あれやばいよね、CM からしてやばいからさあ、弁天様、さあ、2杯すらが刺さりまして、1本選手はヤクセルアクセル。さあ、エスライエ、ここはガード。そうですね、この試合が終わったら今度はここ三決でやれば終わるんですけども、今日人数少ないんで決勝までやらせていただきます。まあね、27日特別称号、優勝チームが考えて、もういいようにちょっと交渉をしてみますので、ぜひ皆さん27日参加して俺カムイつけたいわみたいなね、やってください。やっと会えた、覚えててよかったよ。その日もし俺が仮に優勝したとしたら何がいいかな。夢物語なんでないですね。アダムキラーはね、ヤクルト多分ね絶対怒られるんですよね。さあ、行きましょう。ヤクセルアクセル対タカスレイヤー。すげえ、開幕スキップしてった。タカさん、そうですね、多分イグザード配信をね家庭用出てから初めて見た人も多分いると思うんですけども、この配信をご覧の皆様の中には、このタカさんのスレイヤーと FAB さんのポチャムキンがこのミカド名物と言っては過言ではない、言っても過言ではないでしょう。この2人が来るとコメントがめっちゃ伸びます。大ヒットコンテンツとなっております、タカラッシュ。そうなんです、アップされた動画いつも見てます、ありがとうございます。しかも今家庭用が発売されて3月の動画とか、俺がバタコのナムレザルにポチョモリキン使ってフルボックされてる動画とかが未だに再生数伸びてるんで、家庭用効果凄まじいです、みんな見てね。もう宝ッシュと儀式はもうやばいっす、押し出し中です、押し出し中です。なんだよなんかそういうあれじゃないです、ギャグじゃないです。メガロンドさんのねまとめ動画、イスカ聴いてるとイスカの曲とかでも最高ですよね。やっとファイバンカーダメ出し、バックラッシュ、あーしばらくヒット。さあ、ここからまだワンカーラーナーいっか、ここはダメでした。おすすめ動画あるけどどこにあったか覚えてない。そうなんだよね、たくさんやってるからね。
そんなあなたにですね、とある人がまとめてくれております、対戦の相手を、検索できるやつがあるんですね。ツイッターで俺がよく、ツイートしてるんで、それ見てください。組み合わせをね、キャラ一覧から選んで対戦相手を、とかね。すごいです、あれ。まあ、俺のツイッター見てれば、だいたい1日1回隠れます。さあ、焼き鳥アクセル対アインカイ。テイクス、全部手で書いてるんで、あれです。ダメージ。さあ、この空中 S3H、有利フレームがたくさん取れる。さあ、ゴリゴリ固める。アインカイ。距離を取って。そうです。毎回のお気に入りから、それを書いてます。おぉ、カイラギー、マイケー、ギニアスを出し合い、連戦。あと1ショット、スタンエッジからもう一回したが、ここはあとジャンプです。うまいですね、ヤクセルアクセルが1本選手。これちょっとラムネだろ、まあ、まあ、あー無理なんじゃない。さあ、うまい足払いからチャージスタン、三段重ね。さあ、弁天様で、最近ポチョムキンの評価はですね、ポチョムキン使いのね、人の頑張りでオガちゃん的にはアップらしいです。この間話して聞きました。さあ、ガンキョウスタンエッジ、チャージアタックですね。うまい、捉えていく。アクセルはやっぱり体力リードするとかなりいい感じに戦えるんですけども、体力リードされた場合がね、しんどいですね。逆転力がないというのが、なかなかきついきついと言われている理由なんでしょうけども、このように、体力差つけてしまえばかなりいい感じに勝ち割れているような印象を受けます。さあ、早い展開で攻めて、バーストポイントも非常に少ない。あー、インバウン、はい、おお。メガロドンさんのまとめ動画もね、この間まとめて書いておいたんで、ぜひ見てください。ま、メガロドンさんのまとめ動画がだけが見れるね、ツイートをしております。さあ、今はね、イグザードになって、まあ、一番ね、アペラ乗ってるプレイヤーでございますから、 PS4 も手に入りますしね、アズレも出ますし、ぜひね、回を使おうかなと思ってる方はアインマンの回を見れば間違いなしかもしれません。カットはね。さあ、本気を見せましょう。何度でも本気を見せるぞ。さあ、ガメアジ、体力が少ない。しかし、先ほどの逆転劇まだありますが、連戦劇。さあ、本気を見せましょう。本気を見せましょう。あかん、もう削りもらえない。極差でもいいから消していく。さあ、捉えた。炎天が怖いが、グリードセバーロマンからうまく飛んでいきました。ファジージャンプからのジャンプです。勝ったのはヤクセルアクセル、素晴らしい。サンタで突水というわけで、決勝進出はヤクセルアクセル、白アクセル、シャカソル、カトイのチームです。では決勝戦、 FAB さんのチームと今勝ちましたヤクセルさんのチーム、 A 番でお願いします。配信は、火曜、水曜、木曜、土曜やってます。